リサのシングル、炎は10月から12月にかけて通算6週間にわたって首位を獲得した。同年間チャートでは第9位を記録している。以下は2020年のビルボードジャパンホット100チャートシングル1位の一覧である。ビルボードジャパンホット100は日本におけるシングルのヒットをランク付けした音楽チャートの一つである。ジャパンホット100は CD。 音楽ダウンロードサービスの販売実績、ストリーミングサービスや動画サービスでの再生数、ラジオ放送回数、PC で CD を読み込んだ回数、ツイート、カラオケ歌唱回数の8指標からなる総合チャートである。2020年のチャートの集計期間は2019年11月25日から2020年11月22日である。年間チャート集を獲得したシングルは、 夜遊びの夜にかけるであった。チャートの発表開始以来初めて CD リリースのない楽曲が首位を獲得した。新型コロナウイルス感染症の流行により音楽業界にとっては苦しい一年となる中、従来の地上波、メディアミックス、音楽フェスからの発信に加えて TikTok などの SNS と YouTube、ストリーミングの連動によるヒットのパターンが日本でも確立された。 ありがとうございます。